皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゅんです。ゆいです。この度ですね、第3回インゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。2022年2月24日木曜日、場所は千葉県にある白鳳カントリークラブです。今回は視聴者参加型のトーナメントで、観戦付きのラウンドチケットを用意しました。すごい。ぜひですね、推しの選手に会いに来てみんなで盛り上げていただきたいと思います。詳細は概要欄に載っておりますので、そちらをご確認ください。それでは本編動画をお楽しみください。こんにちは、マリンです。今ですね、キャメルゴルフでのラウンドが終わって少し時間ができたので、前回の動画のコメント返しをしていこうと思います。では、1個目が12月17日公開の四街道ゴルフさんでラウンドをした新ウェッジをコースで初打ちの動画です。はい、早速トール S さん、すごい風の中でのゴルフ大変ですね。その中でもドライバーうまく打ててましたよ。アプローチは練習ですかね、とコメントいただきました。コメントありがとうございます。そうですね、ドライバー結構あの日は上手に打ってたかなでもそうですね、せっかくのアプローチがちょっとまだまだ練習足りないなと思ってたので、もうちょっと練習をして皆さんにお披露目できたらなと思います。コメントありがとうございます。はい、次はひろきひろさきさん、強風のラウンドお疲れ様です。帽子がかわいい、ニューウェッジが早く武器になると良いね、と良いですね、とコメントいただきました。ひろきさん、コメントありがとうございます。帽子、あの時のコーデはそうですね、めちゃめちゃ大きいニット帽をかぶってたのでそれのことを言ってくれてますね。嬉しい、ありがとうございます。冬はちょっとあれで登場すること多くなるかなと思います。よろしくお願いします。はい、次が高雪阿部さん、コメントありがとうございます。あの風はつらいね、山ちゃんがマリンちゃんに優しい、とコメント来てますそう、あれかな、ヘッドカバーを何回も持ったからかな何回も渡してたからそうですね、めちゃくちゃ風でさ、転がっていっちゃうからね。そうですね、でももう一人でシュンってなってる時とかに、あの隣に励ましてくれてたので、なんとかコースアウトできましたありがとうございます、いつもコースアウトってコンサートどっか行っちゃったそっか、ホールアウト、ホールアウト、ホールアウト間違えた、ホールアウトですね。はい、ホールアウトできました。次が、マサ浜島さん、コメントありがとうございます。マリンさん、思ったより力強いショットを打つからびっくりですわ。今度アメリカのフロリダでゴルフを一緒にやりませんか。ゴルフ後のお寿司もご馳走しますよって言ってくれますね。ありがとうございます。アメリカのフロリダでゴルフは贅沢ですね。しかし、あのびっくり情報だと思うんですけど、私マリンっていう名前なのに海鮮アレルギーで海鮮が食べれないって言うとみんなにいつもびっくりされてます。はい、どうでもいいですね。はい、では次、トントンさん、コメントありがとうございます。はい、マリンゴルフにした方がいいと思いますって言ってくれて怒られちゃうあれさ、はい、怒られるかなと思ってさ、はい、ダメだったら使わないでいいですと送ったんだけど、はい、なんかすごいね、あの受けてくれて、いやもう優しいですね、使うって、うん、嬉しい、ありがとうございます。そういう風に嬉しいですね、はい、では次が、マキトさんかな、マキトさん、コメントありがとうございます。お姉さん方とはまた違った雰囲気でいいですね、とコメントいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね、お姉さん方みたいに早く MC だったりゴルフだったり上手になって追いつきたいと意気込みながらこれからも頑張っていくので、
フレッシュな気持ちで応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、この動画は最後のコメントですね。グッサンですね。コメントありがとうございます。グッサン今日も可愛いと言ってくれてますね。嬉しい、シンプルに嬉しいコメントをいただきました。ありがとうございます。本当にそうやって言っていただけるのが嬉しいです。ありがとうございます。はい、では次、その次の日の12月18日公開の、マリンゴルフシャープ2のシャープ2ですの動画のコメント。はい、アジフライさん、アジフライさんコメントありがとうございます。マリンちゃんのアドレスとスイングがめっちゃ綺麗です。練習すればどんどん上達しそう、頑張ってと応援コメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、嬉しいな。すごいモチベーションが本当にコメント読んでて上がるので、練習もう明日からもまた頑張ろうと思います。ありがとうございます。本当に頑張ります。はい、そしてまたコメントいただきました。ひろきひろさきさん、いつもコメントありがとうございます。マリンちゃん気持ちわかるよ、頑張って。山ちゃんがとても楽しそうなのだが、もしかして S ですか。山ちゃんのラウンドも見てみたいなというコメントいただきました。ありがとうございます。山ちゃんはもしかして S ですか。僕ははい、そう、わかんないです。わかんない。なんです。いや、S ですよね。ああ、じゃあ S です。S です、多分。S です。罰ゲームとかすぐ持ってくるので。ああ、そうです。そうですね。ああ、そうです。確かに S ですね。うん、そうですよね。発想は S ですね。まあ度合いはちょっと緩い S だと思うんですけど。確かに優しめですけど。山ちゃんのラウンドも見てみたいっていうコメントもらってます。ああ、ありがとうございます。はい。じゃあちょっと潤社長に。はい、出演費をちょっと交渉します。ありがとうございます。こういう意見があったよと伝えておきます。伝えといて企画を通してください、ぜひ。はいはい。はい、では次。うわ、嬉しいな、こんなにいつもコメントもらってありがとうございます。と次は12月19日の悔しさも次につなげてっていう動画ですね。はい、しんいちさん、コメントありがとうございます。前半お疲れ様、ご飯食べて後半に期待しよう。ラウンドしてない山ちゃん寒くはないのかな、コメントもらってます。ありがとうございます。どうですか山ちゃん、この日すごい寒かったですよね。寒かったです。寒かったですよね。隣ですごい実は山ちゃんは凍えてました。もうかわいそうだったので、なるべく日陰に行かないようにと思ったら日陰に行くんですよね。早くってなってましたね。いや、そんなこと言ってない。言ってない。そんなこと言ってないよ。言ってない、言ってない、言ってない。何も言ってないです。あ、そうですか。はい、心遣いありがとうございます。で次がスーパー芥川さん、コメントありがとうございます。お疲れ様です。楽しく見させていただいております。皇族組おられるんですか。時間が取れるようでしたら、失敗ショットの後には反省ショットを打ってみるとか2回打たせてもらってもいいのではないでしょうか。ゴルフ場の許可を得てくださいね、というコメントいただきました。これはアドバイスですね、うん、ありがとうございます、うん、でもね、これはね、動画ではね、もしやっちゃうとこう今ってこうゴルフをやる方が増えてて、うん、テロップとかで入れても許可もらってますとか言っても、うん、見ない時もあるじゃん。そうですね、そう、それで2回打っていいんだとかってでもなっちゃうかもしれないから、本当はね、打ちたいなとかね、1人ラウンドだから余裕があるからさ、はい、思うんだけど、はい、ちょっと我慢してる感じ。そうですね、そう、やっぱりゴルフ1回のスポーツということで。うん、そうですね。でもすごい見てくださっててありがたいですよね、コメントね。こういう風にアドバイスもいただけてすごい嬉しいです。ありがとうございます。いつものリンさんがナンバーワンってやってくれて、今回のこの動画にもナンバーワンってしてくれてて、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、前回の動画の前半部分のコメント返しを今回はすることができました。嬉しい。で、後半の動画のコメント返しは
また別の機会にできればいいなと思います。そうですね、いつもコメントだったり応援だったりご評価だったり、してくださる視聴者の皆さん、本当にいつもありがとうございます。すごく本当に励みになっていて、いつもコメントを見るのをすごく楽しみにしているので、これからもぜひコメントだったりとか応援お待ちしているので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。